さあ皆さんこんにちは、スノーボーダーの青木玲です。ふいとばしとえです。さあ本日はですね、とうやくんと一緒に、はい、じゃーん、バインディングのテストといいますか試乗をしてみようと思いまして、僕の方が今ユニオンの新作ウルトラっていうのがついてます。そしてとうやくんの方がですね、黄色いバインディングユニオンのフォースっていう一番ド定番のバインですね。はい、はい、でお互い板はですね BC ストリームのブラフ151センチっていう全く同じ板で出てきてきました。でセッティングもいくつにしたんだっけ。12-9です。12-9、スタンサーバー54っていうセッティングで同じようにつけてみて、このブラフっていう板がノーズとテールがちょっとロッカーしてて足元だけキャンバーしてるっていう、さばいたりとかがしやすい板なので、うんうん、その板をどう操りやすくなるかっていうのをこのウルトラとこっちのフォースとそれぞれ乗ってまた使った感想を皆さんにお話したいと思います。はい、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ行ってみましょう。さあそれではフローズンウェーブパークをユニオンのウルトラ使って行ってみます。テールに乗ってられる感じがさすがロッカーしてる側だけあってしっかり乗れるなっていう感じで、ノーズテール使って遊ぶっていうのが板もそうだけれどもバインディングのベースが結構こうやって馴染んでくれるから体グーって乗せに行ってここでピタって止まれる感じですね。おっとって弾かれない感じがあるので乗りとか乗せとかプレス系がとってもやりやすい板とバインディングでした。じゃあ、とうやくんが今度フォースで滑ってみましょう。はい、よし行こう。すごく乗りやすくて、でも普段やっぱ硬い板乗ってる分ビーンっていっちゃいます。一回抜けたね。一回抜けたね。乗りすぎた感じだったね。乗りすぎたっす。でもそれ以降はうまくこう合わせてる感じだったのでいい感じじゃないですか。はい、はい、じゃあ次はチェンジしてもう一本行ってみましょう。はい、じゃあ次フォースで行ってみたいと思います。はい、足元バチってしっかりするからノーテルに乗るっていう状態も作りやすいですね。乗った後がキープしやすいですね。でスピードがやっぱり板踏める分ギュンって出せるです。フォース面白いです。オールラウンドにスノーボード楽しむんだったらやっぱりフォースが一番いいかも。よし、行ってみたいと思います。次はウルトラです。行ってみよう。
トラ。ウルトラの方がなんかこう自由に動ける感じがして、やっぱりこうフィンディングも柔らかいから一緒に動いてくれて、もっと柔軟に動ける感じがしました。スタイルが出しやすい感じ。はい、かっこよかったです。ありがとうございます。さあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。行ってきました、はい、丸沼のフローズンウェーブパークにユニオンの新作ウルトラとユニオンド定番のフォースを同じ板ブラフっていうノーテールロッカーしてる板にくっつけて滑ってきました、はい、久しぶりですかブラフ乗ったの。ブラフはもう一発目だいぶ抜けてましたもんね1年ぶりぐらいですね。もう久しぶりです、はい、みたいな。バインディング比べた感じ、じゃあどっちが好きですか。僕はやっぱりこう2本目がすごく良かったっていうのもあって、おーおー、フォースの方がこっちね、こっちウルトラね、ウルトラの方がいいなって思いました。はい、ウルトラの方が柔らかいんですね。ここの部分、ベースの部分がとっても柔らかくなってて、ちょっとこうやって見せてみようかって、はい、はい、ここの部分がブッシュって言ってとても柔らかいんですね。なんでビンディング自体がグニャグニャする感じ、真ん中のセンターディスクもミニディスクでついてるので結構バインディング自体がこうやって馴染んでくれるっていうのがこれのウルトラの特性です。はい、でこっちのフォースの方はノーマルディスク、ある程度大きめの円盤で止めて、でフリーランとかカービングも結構しっかりできるモデルになってるので、こっちの方が足の裏の感じがガチッと硬い感じです、うんうん、はい、でもあっちの僕ら普段使うアトラスに比べるとちょっとやっぱり柔軟性があるなっていう感じです。ありましたね、ね、はい、でユニオンのバインの中で一番柔軟性が出たなっていうのがこの新作のウルトラになってきます。そうするとこう足元がグニャグニャして心もたないんじゃないかなって思う方も多いと思うんですが、ちょっとベースの方はしなやかに動いてくれるんですけど、アンクルスワップ結構しっかりしてますね。はい、俺もイメージ的にはなんか全然存在感なくて、うん、やっぱグニャグニャなのかなと思ったんですけど、うん、そう、ただの柔らかいバインかなと思ったら全く全然違うじゃないですか、うんうん、ちゃんといてくれてて、はい、すごくいいなと思いました、ね、はい、アンクルスワップしっかりと、ホールドしてくれて、ここのホールド感もしっかりあるので、うん、つま先側のエッチングするときにもある程度頼れて、はい、でハイバックのフォワードリンついてないんですよ、はい、ついてないんですけども、この一番起こしたデフォルトの状態でちょっと今までのユニオンバインディングよりもちょっと内側に傾斜がついてる、フォワードリンが気持ち入ってる状態を両足ともデフォルトになってるので、アンクルストラップしっかり締めてあげるとハイバックの存在感もやっぱり感じるなと思ったんです。感じました、うん、感じました。なんでリフト降りる時のワンフットなんかでもいきなり あるなハイバックって感じするじゃないですか、はいはい、ありますね。でもハイバック自体が結構柔らかいので存在はあるなと思うんですけども、硬くて邪魔するなっていう感じは全くなくって、動きやすい、スタイルを作りやすいバインディングって言えるんじゃないかなと思います、はい、最後の2本目良かったですもんね。だいぶ、ね、2本目気持ちよかったです ね、だいぶいろいろやりたいことをやってたなっていう感じに見えました、はい、で僕はやっぱりスピードつけてグッてエッジ踏んでキューンっていう風に板走らせたりっていう風に滑るのが好きなので、こっちのフォースの方が面白いなって思った次第です、はい、スピードに乗せられる、エッジングしに行けるっていう風に板を積極的に使おうってなったらフォースの方が面白いなっていう感じがします。ベースが結構しなやかに動くので、自分の体のスタイルとか体の動きを自由自在に作っていこうってなったらもうウルトラは最高にいいなと思います。最高でした、はいはい、あとは雪面状況が柔らかかったら絶対ウルトラがいいなと思った。そうです ね、今日なんか柔らかい方なんで、うん、まさにこれがすごいいいな、はい、良さそうな感じでしたもんね、はいはい、っていう風に下の、雪面の柔らかさだったりとか体をどういう風に動かしたいか、どういうスタイルで滑りたいかによってはこの辺のウルトラベストマッチになっていくんじゃないかなと思いますね。そんなにスピード出さないっていう感じであればウルトラは最高にいいと思います。そしてある程度スピードつけながらスノーボードをオールジャンルいろいろ楽しむよっていうんだったらやっぱりフォースがいいなっていうふうに思った次第です、はい、でそこからスピードのギア1個上げて結構ハイスピードでカービングとかを楽しむよっていう人はこの先にアトラスっていうふうにちょっともう少し固めのバインもあるので、そういった感じで用途に合わせてユニオンバインディング、バインディングとしてのクオリティものすごく高いなと思うので、そういうことを滑る場所用途に合わせてこの辺皆さんチェックして選んでみてください。じゃあ最後にトヤ君、はい、一言お願いします。
僕はこれからも乗る機会があればこの板とビンディングの組み合わせでもっとスノーボードっていうものを楽しみたいと思います。いいですね普段ハンマーヘッドのカービングだけやってる人なんかはぜひともこのトーヤが気に入ったセットを1回試乗会なんかでチェックしてみてください、はい、スノーボードの世界観みたいなのがどんどん広がっていくんですよね。やれることも広がる、広がっていく。そしてショートターン苦手だなって思うテクニカル系の人は一回こういう柔らかいバインディング使って板動かしやすい感じを体験するとボード操作っていうのがとってもやりやすくなるので、ご自分の例えばハンマーヘッドでもさらにまたショートがやりやすくなったりすることも多いんじゃないかなと思います。ぜひとも試乗会だったりとか試しにでもいいので普段とは全然違うバインディングになると思いますので、カービング好きな人チェックしてみてください。それではまた、スノーボーダーの青木玲でした。小板橋トヤでした。